分かれてるんでですよで今回、一番月末の一番安くなった時に、えー、行ったんですよね。で、もともとこれね、えー、DVD。1本、まあ1本500円でレンタル落ちが売ってるんですよ。まあそれじゃちょっと高いって感じするじゃん。でも、月末になると、まあ、期間的に3回目のね、あの安くなる時になると、えー、500円の80%オフになるんですよね。 計算すると100円なんですよ。ぴったり100円。ぴったり100円なら安いよねって感じしませんどっから、まあ、多分いろんなお店が多分これから、つったが、レンタル DVD やめるのか、ね、レンタルなんかやめるって話じゃん。だからこれからどんどんこういう処分とか増えてくると思うんだけど、とにかく今回のお店は、えー、まあね、今日、まあ、今この撮影してる今日ね、 から80、80%オフなんですよ。そしたら、いや、まあ、これをね、ある、これあるって知ってたから、僕は、一応念のために朝市で行って、全部回収するかと思って、まあ、オープンが10時だったんですけど、まあ、10時5分前ぐらいに着いたんですよね。そしたら、人が25人ぐらいかな、20人ぐらいかな、並んでましたよ。しかも、その中の半分ぐらいが、この DVD 目当てで、 オープンしたらみんな急いで行ってました。軽く走ってる人もいました。カゴ持って。うん。で、僕も慌ててやばいって言ったんだけど、まあ、25人目だから、もうやばいかなと思ったんだけど、なんと、このクレヨン、初めから狙い、狙ってた、クレヨンしんちゃん系を狙ってる人は誰もいなくて、クレヨンしんちゃんはもうね、一本も残らず、すべて僕が回収しました。一本100円で。プラス、 えー、ほぼクレヨンシンちゃんのね、ここら辺の、普通にクレヨンシンちゃんで、ね、全部、えっと、こういう、まあ、お話が入ってる。まあ、10話しか入ってないんだ。まあまあまあ、そうだね。レンタルだからそうだよね。なんだけど、若干、えー、クレヨンシンちゃん以外も買ってまして、まさかのアベンジャーズ系もあったんだけど、まあそれもあるの知ってたんだけど、前日に下見に行ってたから。 あの、アベンジャーズ系を狙ってる人もいませんでした。だから、アベンジャーズの、まあ、アベンジャーズね、が結構残ってたし、かなり、アベンジャーズの最初のアベンジャーズね。プラス、アントマンもあって、アベンジャーズ、エイジオブルトロンもあって、まあ、アントマンはブルーレイか。で、これね、アイアンマン3、3D のやつね、まあ、3ね。もう残ってました。はい。なので、回収ですね。 まあこれ正直ね、あのディズニープラスで見れるんだけど、まあアントマンは持ってなかったし、エイジョブルトロンとアイアンマン3、あ、エイジョブルトロンは売っちゃったんかも。で、アイアンマンは3ね、3D っていうのを持ってなかったから一応買っときました。まあ100円ならいいかなって感じしますよね。プラスまあ、プラスまあ、爆笑問題2ショットっていう爆笑問題のトークライブみたいなやつが、の DVD と、エイリアンバスターズっていうナイトミュージアムのスタッフが作ってる映画と、 まあ、それもね、一応買いました。はい。他にも、ドラマ系とかも安くなってました。あの、ワンシーズンまとめていくらとかになってたりとかもあったり、あと、トミカレスキューフォースとかもあったんだけど、まあ、バラバラだったからちょっと買わなかったですね、そこは。みんなね、結構朝一で並んで、僕より早く来て並んで、なんかもう走って買ってた人たちは、なんか普通に映画とか、邦画、洋画とかばっかり選んでましたね。しかも、アベンジャーズ以外。 アベンジャーズが残ってるのよ。うん。だけどまあね、あの、だいたいぼしいやつはもう朝の最初の5分ぐらいで全部、まあなくなりましたね。まあ僕も買ったっていうのもあるし。クレヨンしんちゃんは全て回収しました、僕が。一本も残らず。これはね、かなりの大収穫ですよ。もしかしたら、ダブってるのもある可能性もあるんだけど、まあまあ、そうですね。 一応こんだけ、まあ、10は入ってるんで。これはね、楽しいですね。うん。よかった。狙ってて、正直ね、朝一で行かなくてもいいかなとも思ったんだけど、一応朝一で行ってみてよかった。危なかった。あんな並んでると思わなかった。うーん。びっくりしましたね。プラス一応、えっと、CD も、あのー、この CD は値段が一律じゃなくて、 100円とか50円とかなんだけど、まあ、そっから8割引きなんで、ま、あ CD はあんまり今買わなくてもいいかなと思ってたんだけど、まあ、一応ね、Go バスターズの、ま、あミニアルバムですね。Go バスターズあの CD、あの、スーパー戦隊の、はい。が、ま、一応ね、これがま、100円の80%オフで20円なので、そうですね。 まあ一応ね、オープニング曲っていうのはまあ別に、別で弾けるんだけど、DVD、あの CD 持ってるから。だからこの CD は持ってなかったんで、まあ一応これだけ買いました。他にも結構ジャスティン・ビーバーとか色々あったんだけど、まあ、安いっちゃ安いんだけど、まあ買ってもよかったけど、うーんーっと感じ、うん。そう、まあこんだけでもまあ十分主力だよね。えっとね、レジで計算してもらったら DVD45 本 CD1 本でしたね。 でも4500円とかで。で、一番の問題は、買ったはいいけど、これ置き場困るよねって話じゃん。うん。置き場結構ガサばっちゃうから困るんだけど、僕が考えたのはもうこれは、まあ、団長の思いじゃないけど、ケース捨てます。はい。で、中身のディスクを DVD のファイリングできるやつあるじゃん。それに、えー、しまいます。だけど、クレヨンしんちゃんとかって、おっと。 あのー、これね、ディスクだけ取っとくってなると、中身が何が入ってるかが分かんなくなっちゃうんすよ。多分。あのー、あ、わ、あ、でも、あ、分かるわ。何でもない。分かりました、これ。ちゃんとこれ、あのー、お話が何が入ってるか書いてあるやつだ。書いてないやつだったと、とかもあるじゃん。そういう場合は、ここを切り抜いて、あの、それも一緒に入れとこうかなと思ったんだけど、これはね、 別にいいな。切り抜かなくて。あ良よかった。手間が省けた。なので、ケースはね、まあ、このケースすごいいいんだけど、でもまあ、さすがに取っとくとね、邪魔になっちゃうから、ケースはちょっとしてますって感じで。はい。そうすれば、だいぶね、あの、ガサバンないですね。リスクだけにすれば。一つのファイルに収まるんで。しかも、ファイルも多分いっぱいにならないぐらいなんで。なので、これからね、クレヨンしんちゃんライフですよ。といっても、ディズニープラスで今、ロキとか見てるし、 YouTube の公式配信とかでウルトラマンとかいろいろやってくれてるから、そういうのもね、見なきゃらしい、ね。あアニメとかも見たいし、マジカパーティーのアニメ見たいし。うん。まあ、とにかくね、今回は朝一で行ってよかったっす。こんだけゲットできて。うん。みんな意外と狙ってんだなってびっくりした。毎月やってるんですよ、ここ何ヶ月か。先月も先々月もやってたんだけど、まあ、僕そんなに欲しいのはなかったんだけど、 今回は、今までは欲しいのなかったんだけど、今回は、クレヨンしんちゃんがね大量にあったっていうので、もう行く予定だったし、あと、アベンジャーズ系があったのでね、それも行く予定でしたね。えっとね、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとかもあったっけなあ、な、それはなかったな。えっとね、今回あった中で、買わなかったのもあるんですよ、アベンジャーズ系で。まあ、あの、無印アベンジャーズと、アイアンマン。あれはまあ持ってるから買わなかったって感じですね。アイアンマン1で1。 あれは持ってるから買わなかったんですけど、普通に売れ残ってました。うん。なんかよくわかんないなんか、他の邦画の映画とかドラマ、ドラマとか、そこら辺の方は売れてましたね。うん。まあでも、そういうのも買いたい気持ちわかるけど、ただ、多分だけど、これって転売屋の人いたのかなあん中に。転売目的で買う人。レンタル落ちを100円で買っても転売しづらいと思うんだよな。まあネットにうまくアマゾンとかで流せば、 まあまあ、1本4五百500円で売れるんかもしれないけど、薄利だよなとか思うし、正直フリマで売るとしても、フリーマーケットで、フリーマーアプリじゃなくて、まあ、フリーマーアプリとかで300円とかでコツコツ売っていくのもあるかもしれないけど、フリーマー、フリーマーケットのね、あの、リアルのフリーマーケットで売るとしても、1本100円ぐらいでしか売れないんで、こういうのって。だから、正直、転売屋の人はいない,い,ないと思うんで、うまく売ると、多分あのディ、 ドラマの DVD とか、海外ドラマの DVD の、ワンシーズンまとめてとかを多分安く手に入ってね、100円とか200円で手に入ったとすれば、やれるのかもしれないけど。だからライバルがでも意外と多くてびっくりしました。転売屋がいないかなと思ったんだけど、ただもしかしたら好きで僕みたいに好きで、好きでっていうか欲しくて買いに来る人が、結構近所の人たちがいっぱいいたのかな。思いのほかね、多かったんですよ、本当に。 でもね、今回、クレヨンしんちゃんはね、もう僕が全回収できたんで、あの、確実に全回収ですね。僕が、いまあ、僕が今、僕20番目ぐらいだからだったんで、こう、並んでバーって入ってって、カゴ持って入ってって、そう。そんで、なんか、クレヨンしんちゃんのコーナー見たけど、なんか減ってる様子もなかったんで、あと他の人も撮ってる人いなかったんで、もうカゴにね、どん,どん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 しんちゃん入れてって、その間、誰も撮る人いなかったんで、 何なんだろうね。しんちゃん絶対これいいけどね。他にもね、もやもやサマーズとか、日曜芸人の DVD とか、あと、お堂堂オード,ド,ドリーとかもあったから、あれはまあ持ってるから買わなかったってだけで、もともと面白い DVD だから、そこら辺とかすごいおすすめですね。あとは、邦画とか韓国系のドラマとか、あと海外ドラマとかもあったから、そこら辺も好きなやつが、あと好みのやつ、あと、ちょっとグロテスクな映画とかあるじゃん。そういうのもあったし、 あとね、劇場版マブヤとかもあったんだけど、まあ劇場版だけ見てもわかんないかなっていうのはちょっとね、悩みましたね。もしかしたら CD が結構狙い目なのはあったかもしれない。うん。1本20円ぐらいで買えるんだったら、ね、そう、結構安く買ったけど、まあ、見た感じ欲しいのはこれだけでしたね。うん。まあ別にフリマにね、で売るように買ってもよかったかもしれないけど、今ちょっと物減らしてるタイミングなんで、 とりあえず今回はこれだけにしました。で、これはケースはちゃんと処分して、ファイリングしようと思います。ただね、これ、ね、順番が結構あるんだけど、まあ、クレオシンって正直、順不動に見ても何の問題もないから、もう順番は気にせずね、あの、ファイリングしたいと思います。ここら辺はまあディスクは、ディスクって、この、ここだけは、まあ、アベンジャーズ系はもうわかるからいいかな。かこれとこれに関しては、 ケース取っとかないとよくわかんなくなっちゃうと思うから取っとこうと思うんだけどまあそんな感じでこの日はねこの10時オープンの土ヤに行く前に8時オープンのドン・キホーテにまずはあのオープンぴったりについてオープン5分前ぐらいについてまあ、ちょっと待って入ってえっと今日発売だったまああとでまた別の動画で紹介するんだけどあの今日発売のトミカの初回限定版ゲットしたりとかまあその時間余ったから遊戯王の王政編 オー編じゃない、往来編の王政をね、いくつか向いて5パック買いとか何回かしたりとか、で、別のなんかスーパーのおもちゃ屋さん寄って、あのー、ラブパトリーナの値下げされてるカード買ったりしてね、結構ね、時間潰しました。あと、いろんなコンビニ寄ってポケがないかなっていうのと、あと、セブンイレブンをね、メインで回ったんですよ。なぜかっていうと、セブンイレブン限定の雑誌があって、 なんか、大人が楽しむボードゲームみたいな雑誌があるんだけど、それをセブンイレブンね、6件ぐらい回ったんですよ。まさかのね、1個もなかった。ツイッターとかではバンバン上がってるのに、もう1個もなかったら、もう売れてるんかな。売れてるか、僕のところが入荷してないか、どっちかですね。まあ、どっちにしても手に入んなかったです、それは。あと、トミカプレミアムの方の発売記念仕様は手に入んなかったですね。目の前で買われてました。 あの個数制限がないところで多分2個買ってましたね、その人。あと、あの普通のノーマルのトミカの初回限定版も、まあ、ドンキでね、僕は1個手に入ったんだけど、僕の前のおじさんは2個買ってました。個数制限なかったから。でも良かった。3個入荷しておじさんが2個買って僕が1個買えたんで、それはまあ良かったですね。うん。あと、ドゥエマに関しては、往来編の王政も京来も結構いろんなお店残ってますね。うん。 そのスーパーの中にあるおもちゃ屋さんにもボックスが残ってたし、もう一件、これ買った店とは別のお店のツテアにも残ってました。だからこれとは別のツテヤのレンタル落ち DVD もあるんだけど、一律で330円でしたね。まあのんびり買えるし、いつでもね、残ってるって考えたらそれでも安いんだけど、実際僕もそこで買ったことあるんだけど、まあ前紹介したかな。まあでもちょっとね、今回この朝日で並んであの争いは大変でしたね。 うんただ、全体的に見て、みんなあ、えっとね、カゴ、みんなのカゴとか見てたんだけども、あの、一番量買ったのは多分僕でしたね。みんな大体、あのそのお伝えのカゴってちょっと普通の,あのカゴより小さめなんですよ。白い透明なやつで。そう。だから、だそのちっちゃいカゴ、ちっちゃめっていうか中ぐらいのカゴ普通のスーパーマーケットのカゴよりも一回り小さいぐらい、ハードフのカゴとかよりも一回り小さいぐらいの、 カゴにみんな、多い人で、それに山盛り一杯だったんだけど、僕は、それに山盛り一杯を二箱だったんで、これの量だから。もうね、計算してるから、いっぱい買うってことでね、えー、今回は我慢してもら、我慢してっていうか、うん、あの、家が散らからないっていうね、計算にしました。せっかく今片付けてるから、こういうのも、買って、今みたいに動画撮らずに、袋に入れたまま置きっぱにしちゃうと散らかっちゃうんで、今回みたいなちゃんとね、買ってきたら、 動画すぐ撮って、すぐに、えー、なんか処理する、しまったり、うん。まあ見るのはね、一気には見れないからあれだけど。まあ DVD だとね、いつでも見れるから逆に見るのが遅くなるってパターンもあるけどね。YouTube の公式配信とかさ、そういうね、サブスク的なやつは、まあ、いつ消えるかわかんないから、<laughs> すぐ見る人も多いだろうけど。あと1週間限定とかもあるからね。まあ今回の、まあ良かったのは、しんちゃんとかね。 まあ、バラエティ DVD も結構あったんだけど、まあ、思いのほか持ってたんだよな、バルサマンズとか。うん、面白いやつが多いんだけど、持ってるのが多かったかな。まあ、アベンジャーズはやっぱり、まあ、狙いも、狙ってた、エイジオブルトロンと、もう持ってないからね、今ね。あの、一時持ってたんだけど、売っちゃったんですよ。うん。ディスクいらないかなと思って、あの、ネットで見れる、ネ,ネットで見れるっていうか、あの、僕買ったのは DVD プラスブルーレイのセットで、あのー、 なんだっけそのスマホとかでも見れるコードがついてたんですよね。おまけっていうか、まあ、それも商品の一つで。それを入力して、なんか、ディズニーなんとか,でとかで見ると、YouTube の公式で、ちゃんとあの違法とかじゃないやつで見れたんですよ。じゃあディスクいらないよねってなって、一時売ったんですよ、するぐらいに。結構な金額になったんだけど。でも、一応やっぱディスクあった方がいいかなっていうのもあって、まあ、アントマンは持ってなかったし。 まあでもまあね、ディズニープラス加入してるからまあ見れるんかもしれないけど、まあ一応ね、アイアンマン3も、これは 3D ね、3は持ってはいるんですよ。うん。だからこのなんか 3D のこのシステムのは持ってなかったから一応ね、買ってみましたけど、3D で見るかって言ったらまあ見ないですよね。で、これはちょっと面白そうだった。他にも多分面白い映画あったと思うんだけど、まあでもね、だいたい目星のはね、最初に買われちゃったんで、 うん、ちょっと後半にこう見ても、あんまりこう、面白そうな映画は少なかったですね。てか、なかったね、ほぼ。もう最後の方は。なんか、B 級映画とかが多かったから。まあ別にそれも好きな人は好きなんだろうけどね。はい。っていうことで今回は、えー、DV、レンタル落ちかの DVD D ね、大量ゲットしましたよっていう報告でした。バイバーイ